ウィルフレッド・オーエン・ウィルフレッド・エドワード・ソールター。オーエンは、死すべき定めの若者のための参加などの第一次、世界大戦を題材にした死で知られる、イギリスの詩人。オーエンは1893年、イングランドとウェールズの境界付近に位置するシュロップシャーのオスウェストリーで、ウェールズ人とイングランド人の両親のもとに生まれた。オーエンが生まれた時、両親は、 地域の名手として知られていた母の実家に同居していたが、1895年に、応援の母方の祖父が募すると、一家は母の実家からの立ち退きを余儀なくされ、バークンヘッドの労働者向けの住宅街に引っ越している。応援が死に目覚めたのは、シュローズベリーテクニカルスクールに在籍していた1903年、頃とされている。この頃のオーエンは特に、キーツの死を単独。 キーツを自己の偶像として崇拝していたという。1911年に高校を卒業した応援は、大学進学を志したもののロンドン大学の奨学金獲得に失敗、レディング近郊ダンズデン村にある教会の牧師の助手や、学校教師の助手などを務めた後、フランスに渡りボルドーの語学学校に職を得るが、しばらくしてそこも実施。 フランスに泊まったまま家庭教師などで孤高をしのいでいた矢先に第一次世界大戦が勃発する。オーエンは自身が体験した残酷と毒ガスの生産な戦いを描いた詩によってシーグフリード・サスーンと並び第一次世界大戦を象徴する戦争詩人として人々の記憶に刻まれている。エディンバラで療養中のオーエンがサスーンと出会ったことはオーエンの作風に 大きな影響を及ぼし、応援の代表作、死すべき定めの若者のための参加も一語一句に、至るまでサスウーンの添削を受け、遂行に遂行を重ねたものである。応援とてサスウーンと出会う以前からサスウーンが強調した、リアリズムや、体験から書くことという要素と無縁であったわけでは、ないが、これらの要素が、応援の作風の核を占めるようになったのは、 紛れもなくサスーンの影響によるものと思われる。現在世上に評価されている応援の詩の多くは、サスーンとの出会い以降に書かれたものであることが何よりの霊障である。サスーンは応援戦士の直前から応援の詩の紹介に努め、応援の詩はその成り立ちから需要に至るまでサスーンの影響下に置かれることになった。サスーンの紹介で応援の詩を知ったイーリス・シットウェルは、 応援初の詩集の出版に尽力、第二の応援詩集を刊行したのはやはり、サスーンの紹介で、応援の死を知った詩人、エドマンド・ブランデンである。フランス ORS にある応援の破壊し九百十八年七月、応援は西部戦線に復帰する。サスーンは、応援の前線復帰に強く反対したため応援は、サスーンに内密で、前線に復帰、1月には、 先行十字勲章を受賞、そして第一次世界大戦休戦のちょうど一週間前に、あたる11月4日に応援はサンブルの戦いで戦死、休戦当日に戦死広告が応援の母のもとに届けられた。1982年に初演されたスティーブン・マクドナルドの儀曲、英雄たちについてではなくは、応援とサスーンの友情を題材にしており、 第一次世界大戦中のクレイグロックハートでの二人の出会いから始まる。1991年のパッド・バーカーの歴史小説、再生では、サスーンとオーエンの出会いと関係が描かれており、この出会いがオーエンに大きな影響を与えたことが、サスーンの視点から認められており、オーエンの主治医であるアーサー・ブロックによる治療についても簡単に触れられている。 1995年に出版された再生三部作の三冊目にあたるザ・ゴースト・ロードでは応援の主が描かれている。1997年の映画再生ではスチュアート・バンスが応援の役を演じた。応援は2007年に BBC が制作しサミュエル・バーネットが彼の役を演じたドキュメントドラマウィリフレット・応援、追憶の物語の題材となっている。 メアリー・アン・シェファーとアニー・バローズによる2008年の初簡対小説ガーンジー文学とポテトピールパイ協会の中で応援はある文通者のインスピレーションの源として言及されている。ハリー・タートル・ラブの歴史改編 SF サザン・ビクトリーシリーズの第3巻のタイトルである地獄を歩くはメンタルケースの一節から引用されている。この本はカナダが アメリカ軍に侵攻され占領された仮想の第一次世界大戦史を描いたものであり、応援は引用の出典としてタイトルページで挙げられている。2018年8月公開の映画、埋葬会は、クレイグロックハート病院から1918年のサンブルの戦いに至る応援の最晩年を描いた作品で、応援役にはシュー・ステート、母スーザン役にジョイス・ブラナーが出演した。 彼の詩は様々な形式の音楽にも使われている。例えば、ベンジャミン・ブリテンはラテン語のレクイエムからのテクストとともに、応援の詩のうちの9編を戦争レクイエムに取り入れた。戦争レクイエムはコベントリー大聖堂の再生別のために移植され、1962年5月30日に初演された。1988年にデレク・ジャーマンが1963年の 録音をサウンドトラックとして戦争レクイエムを映画化している。1982年、歌手のバージニアーストリーが応援の詩、虚しさに作曲し、ザ・ラビッシング・ビューティーズが1982年4月に行われたジョン・ピールのセッションで録音している。また1982年には1万マニアックスはニューヨーク州のフレドニアでこの詩を元にした。 アンセム・フォールドゥムド・ドユースというタイトルの曲を録音した。この曲は彼らの初の EP、ヒューマン・コンフィクトナンバー5に収録され、後にコンピレーションアルバム、ホープ・チェスト・ザ・フレドニア・レコーディングス1982-1983にも収録された。また、アルバム、ホープ・チェストにも収録されている、ザ・ラテン・ワンは、応援のし、 ドゥルセイ・ディコラム・エストのタイトルにちなんだものでこの曲の基礎となっている。1992年にアナセマワ・ザ・クレスト・ファーレムをリリースし、曲、ゼーダイは、応援の詩で、彼の墓の碑文でもある、ザ・エンドを引用している。2010年、ヴィラルのミュージシャンであるディーン・ジョンソンは、応援の詩に合わせた音楽を元にした、ミュージカル、弾丸と推薦を制作した。2015年、 イギリスのインディーズロックバンドのザリバティーンズが、応援の死にちなんで名付けられたアルバム、アンセムズ・フォー・ドゥーム・デュースをリリースした。彼の死は2000年のジェダイ・マインド・トリックスのアルバム、バイオレント・バイ・デザインで何度もサンプリングされている。プロデューサーのストゥープ・ザ・エナミー・オブ・マンカインドは、応援の死を含めて、アルバムでのサンプリングしたことで広く評価されている。応援は、イギリスのホラー・ポッドキャスト、ザ・ マグナスアーカイブスの第7話ザ・パイパーに登場する。ありがとうございます。